こんにちは、ひよみです。本日はですね、こちら、はい、東急ね、目黒線のね、あのね、目黒駅からね、あのね、玉川駅までね、再現してみました。はい、あのね、それではね、あのね、ちょっとね、走らす前にですね、駅の紹介でも少しだけね、してみたいと思います。まずはこちら、こちらはですね、あのね、目黒線のね、あのね、目黒駅となっております。はい、次にですね、こちらがですね、あのね、東京目黒線の不動前駅になります。でですね、こちらにですね、あのね、武蔵小山駅がございます。ここにですね、あのね、止まっている車両はですね、あのね、少し前の動画でね、あのね、アップしました、あのね、奥沢駅の時とね、同じ時にね、走らせたね、この南北線、急線系とね、あとですね、東急五線系ですね。これはですね、あのね、数少ないね、東急のね、車両なんでね、あのね、今回特別にね、走らせようと思います。でですね、こちら今ね、改造中なんですけど、また新たにね、はい、5080系のね、プラレールをね、改造し直すことにしました。はい、改造する車両は E233系の中央線です。次にこちらはです、こちらの駅はですね、あのね、西小山駅になっております。で、こちらが専属駅になっております。はい、で、ここのね、地下のところがね、大岡山駅になっております。はい、ここからまた伏線幅に戻って、こちらがですね、奥沢駅ですね。少し前のね、あのね、アップした動画でも奥沢駅をね、あの、紹介しました。その動画をね、ぜひぜひ見てください。でですね、第2駅奥駅ですね。これはちょっと駅が足りなかったんで、東京駅丸の内駅舎で対応してます。最後に玉川駅。こちらはですね、あのね、中古でね、あのね、売ってたんで買ってきました。はい、このままちょっとここが行っちゃってるんですけど、でも気にしません。ここにですね、ね、東京メトロ千代田線6000系と、東京メトロ丸の内線2000系が置いてあります。これはですね、あのね、雰囲気、出しとしてね、置いております。では走らせてみたいと思います。はい、行きます。まずはね、東急五線系これね、一周にね、2分ぐらいかかります。次にですね、南北線急線系も走らせます。目黒駅でぐるっと一周回ってきます。ではね、ちょっとね、五線系を追いかけてみます。はい、電池がね、あのね、使ってるんでね、ちょっとね、弱いけどね、はい、そこらへんはちょっとね、遅いんですけどね。はい、ではですね、最後にね、目黒駅で止めたいと思います。これね、一緒に2分、はいよ、1分ぐらいかかります。早い車両だとね、だいたいですね、ハイパーモーターの車両だとですね、1分ね、一周してきます。はい、このレイヤーの作りにもね、1時間くらいかかりました。はい。ここはね、あのね、ブロック強度でトンネルっぽくしてます。南北線、急線系はですね、隣の不動前駅で止めたいと思います。南北線、急線系はですね、あのね、ライトがね、ついてます。はい、こんな感じでですね、はい、東急目黒線のね、あのね、目黒駅からあちら側の玉川駅まで、あのね、あの、再現してみました。はい、あのね、東急目黒線のね、あのね、プラレールの紹介はですね、あのね、少し前にね、アップしたね、奥沢駅のね、紹介もあるので、ね、そこら辺をぜひぜひ見てください。はい、また
ね、液晶界の方もね、あのね、またね、新しい動画ね、あのね、蒲田駅もね、あのね、投稿したんでね、そちらの方もぜひぜひ見てください。はい、今回はですね、あのね、あのプラレールで、はい、東急目黒線、目黒駅から、はい、玉川駅までを再現してみました。はい、またね、バイバーイ。液晶界の方もよろしくね。